こんにちは。今日は名寄市に来ております。皆さん、このイケメンの方誰だか分かりますか？なんとなんと名寄市長さんの加藤さんです。はい、皆さんこんにちは。おはようございます。市長さんの、ふるさとと言っていいんですね。そうです、ふるさと名寄市です。そうなんです。おじいちゃんやお父さんおばあちゃんが住んでた名寄市、私のふるさとです。ふるさとの名寄市の市長さんの加藤さん、今日こんないい天気で、あの松本の来たことをみんな喜んでくれてるんですけど、この名寄市どんなものが有名で、あの観光ポイントは何でしょうか？はい、名寄市って皆さん分かります？どこにあるか。多分ね、全国的には名寄って聞いたことあるけど、ね、みたいな感じだと思います。旭川から北に70キロぐらい、そこから上に180キロぐらい行くと稚内、そんな感じ。北海道の上の方です。そうですね、はい、だからすごく寒くてですね、夏はプラス30度なんだけど、冬はマイナス30度ぐらいになる、寒暖差のある気候が特徴の盆地ですね。山に囲まれた町です。なので、すごく農産物が美味しくて、この時期は、いよいよ今アスパラの生産が始まっていて、めちゃめちゃ北海道のアスパラ美味しいんですよ、はい、グリーンアスパラは北海道で一番の生産量を誇っています。へえ、めちゃくちゃ美味しいです。美味しいですよね、はい、本当に全然匂いも味もすごい違うし、はい、それともち米がですね、日本で一番の生産量でして。そうなんです、はい、全国のおそらくですね1割ぐらい名寄の米もち米だと思います。例えば、うん、あの伊勢にある赤福ってありますよね。あの餅は名寄の餅だったりします。あ、それは全然知らなかったです。そう、あれめちゃめちゃ美味しいですよね。あとね、雪見大福の外の方、あれ名寄の餅。それはすごい、すごい、はい、そうなんだ。あの道の駅とかでも大福とか、あの餅のいろんな製品も売ってるので、ぜひですね、名寄に来ていただいたら、あの自然雄大な景色と美味しい農作物がたくさんありますので、来てみてほしいなと思います。はい、ぜひぜひです、はい、松本くんってね、実はね、これお餅でできているって設定なので。そうなの？そうなんです。もう名寄市にぴったりのキャラクター。あ、いただいちゃいました。そうそう、南砺市のこれ田中市長にもらった、そう、なんとくんに続きまして、なんと名寄市からはゆるキャラ名寄さんいただいちゃっております。ありがとうございます。これな、ナヨロくんの顔の形、これわかる？これ米。そうです、ライスライス米です。で、いつもはですね、もち米をついてるこの、なんていうの、キネとウス持ってるんだけど、これはスキーになってるね。スキーをやってる。スキーバージョンです。ナヨロはスキーでもすごく有名で、うん、今年の3月かな、全日本のスノーボード選手権大会をやったりとか、毎年全国のジャンプ大会をやったりとか、冬のスポーツもすごく盛ん。なるほど、雪質がいいんですね、はいはい、夏もいいですけど、冬もぜひ来ていただけるといろんなことが楽しめます。はい、一年中楽しめる名寄市です、はい、みんな来てください、はい、ありがとうございました。どうもです。どうも。